はい、どうも、中年パデモソでございます。というわけで、随分と日が経ちまして、ただいまもう2024年1月26日。いや、これ動画上げた。10月、何日かやろ、もう2ヶ月、違うか ?3 ヶ月ぐらい経ってますね。10月の動画です。朝焼けが綺麗でしたが、朝焼けがある日は雨が降る。はい。というわけで、まあ、降ってなかったんですけど、ずいぶんまた前のことなんで、忘れちゃってますけど、これは京都の四条河原町、まあ三条河原町、まあいった新京極でございますね。はい。この日はですね、まあタイトル通り、マンだらけの京都高槻前屋 SC 店。京都に初のマンだらけができましたんで、まあオープニングに行ってまいりました。これめっちゃ並んでた。これ、マリオの格好してるでしょ。これね、ニンテンドーのなんかショップ、アンテナショップなのかな、なんかわからんけど、それの行列でしたね、これはね。あ、私これもうマンだらけの全部行列や思ったんですけど、この時は、ね。そんな早から待ってんのみんな。一番、でもすげえな。すごいな。何時から待ってんねん、一番の人。前の日から？もうエグかったですね、この行列。まあ、マンだらけだけではないんですけどね。うん、もうこの専門店街の、行列でございました。はい。開店1時間前で長蛇の列。ちょっと入り口だけ確認しに来たんけどね。その後コーヒーでも飲み行こうか思ったんですけど。まあ、そんな余裕なかったよね。というわけで時間は遡りまして。はい。時間というかね。まあ、京都の新京区に着いた瞬間の映像からです。はい。昔はよくね、遊んでました。この辺ではね。変わらず飛行機がついてる。昔ピンクの飛行機違ったこれ昔ゲーセンだったんですけど、あそこにセスナの飛行機みたいなのついてるんですよね。そこのゲーセン、昔あれ超有名なんですけど、あれね、ピンクだったん違ったかな、昔。俺の気のせいかな。そうそう、この辺近辺でね、昔ビジュアル系のバンドマンがね、よくね、アルバイトしてましたね。売れないバンドマン。有名になった人らもいるんかな。そうそう、ピンクやったんかな。塗り替えてはいるよね。私が幼少期からあるやつなんで。今はなんかもうプリクラ専門店みたいになってるみたいですね。さあ、ここはねってたこ焼き通りやったかな。そうそう、ビブレがあったんだよ。でここのタワレコでよく CD 買ってたな。俺ら、あとそこ、ソニーマートかなんか。ソニープラかソニーマートかなんかね、雑貨屋があった。なくないんだよ。ビル自体なくなってた。びっくりした。2010年だって。もう14年ぐらい前。ねえ。薬師。うわぁ、なんかこのなんかね、もうやばいね。やばい信仰宗教のようになってますけど。ある意味なんか悪い信仰宗教みたいな。もう全部これ、上りが集めてあるだけね。そいつら動かすなとか。ちょっと怖いなぁ。この辺も随分変わりましたね。めちゃくちゃ久々に行ってますね、多分。こうゆっくりは。ゆっくり来てんのはね。インにしちゃう。インにしちゃってな。ほら。もうほんまにね、何があったかどうかもわからないという。一覧なんかこんな昔なかったもんな。一覧めっちゃ並んでんやけど。一覧人気やわ、ほんま。10月やで、ね、結構みんな半袖なんやな。どこ入ってこっか。外国人ばっかりか知らんけど。ABC マートってさっきの飛行機のところのゲーセンの前にあったような気がするんけど。そう、あのゲーセンの前もね、靴やったんですよ。靴屋やったんですよ、昔ね。分かってる。で、ここのところにね、この先行った時に俺らも若い頃ね、クラブが良かった。全然ここじゃなかった。全然違った。全然違った。霊峰会館って言って、木屋町の方やったな、多分な。で、その1階に、黒バラなんとかいう、ちょっと怪しい。なんか怪しいね、バーなのかなんかみたいな。入ったことない本、入ったことないけどね。なんかね、黒バラなんとか館とかいう、なんかちょっと SM チックな名前のね、バーなんかなんかわかんなかったね。あれ、オーパのビルじゃない。じゃあ、ザラは違うか。本当ね、記憶がね、これオーパって昔書いてあったんですよね。オーパのロゴって書いてあったんけどね、カラフルなオーパってロゴ、なくなっちゃったんかなとかでこの時思いましたけど、随分と変わったね。
何十年とかさ。いやほんとね、しっかり歩くのもほんまかなり久々。でももう大岡って書いてねえんだよ。売ってる店はやってるみたいなんだけどね。これね、ほんとこれ大岡なんやけど、実はオーパやあんなに地味に大岡なってると思わなかった。大岡潰れたのに。オーパや、控えめなオーパなってたな。前からこんなんやったっけ。オーパや俺の記憶ももうボケてきとるからな。どうなんかちょっとわからんけど、オーパってはこんなんやったっけ。オーパ潰すな。ほんまやな。オーパ潰したらあかんな。こっちこっち、ちょっとこっち見に行こう。ちょっと裏路地の方にね、行ってみて。もう半袖短パンで10月だね、これ。10月の中頃だよ。懐かしのところを探訪したいね。いろいろいるね、ほんまに。いろいろってか、いろいろあったかい。この通りやったかもしれない。いろいろってか、この頃まだあったかかったよね。なんかね、ちっちゃいね、居酒屋というか、横丁みたいになってて、店ね。飲み屋横丁みたいになってましたね。飲食店の。ね、ほんとに。なんか懐かしいな。こじんまりというか、なんかいいね、嬢ちゃんね、この町屋っぽい感じで。飲み屋やろこれ。これ飲み屋でしょ多分。全部多分飲み屋やと思うけどね。セカンドストリートそこ行ったわ。セカンドストリートね。かわちゃん、あそこほんであれや、公園で。ここに。そこんとこ入ったところに吉本があったんですよ、昔。こっちがさ、昔は京都花月映画やったのよ。そこ。そう、あのね、ウィーゴーって書いてあるところが、昔、八千代館っていう成人映画で、そう、そこ、それ、それ、それ。よくこの辺でね、たむろしてたっていうか、だらだら、だらだらね、金もなかったんで。そうそう、確かそう。そこのとこね、懐かしい。あ、そうそう、半地下のね、王将。で、そうそう、うちのね、同級生のね、お父さんが働いて、よくね、東映、アニメ祭りのね、チケットをね、映画のチケットもらって来てましたね。服屋さんね。そこ、映画館の多分出口なんか、横の出口かな。ったら音がよく聞こえ、そう、こっから、ここでね、音が聞いてたん中の成人映画の。あそこね、オールの時は。夜中ね、金なかったから、ほんとね、外でたむろってましたね。こんなん、こんなんなかったやろ、当たり前やけど。すごい、なんなん。やばそうやな。うわ、昔あれや、何やったっけ、ホラー系の飲み屋かな。韓国の、そう、アルカトラズか、ザ・ロックアップか、っていうのがあったね。アルカトラズ、いろいろあったんだよ。なんかピラニア釣ったりとか、食べれるとか、ピラニア釣れるとことかさ、なんかワニとかそういうカンガルーとか食えるような店とかね、木屋町の方にあったりとかしてね、懐かしいね。マンダラケに向かいましょう。田んぼを十分いたしました。行列やばない？やばくないこの行列。えぐいな。すごいわ。すごい行列やったよ。この袋持ってる人は、この袋持ってる人はマンダラケの人なんじゃ？違うよ、それは。で、任天堂のなんかの。これは違うから。これはもうほんまに専門店街の人が全員配られてるやつなんですよ。そん中にマンダラケのやつも入っとったけどな、ちょっとね。まあ、案内だけね。えげつないです。ほんまにすごい行列になってましたこの日。本当にだから、そのマンダラケだけじゃなくて全部の専門店街の行列やったから。全部の専門店街、そうそうそう、やばかったよこの日の行列。だから入場制限がかかるかもしれんとかって言われてたから、まあ本当はこれ見に来て全部の専門店、この後カフェをさっきも言いましたけど行こうと思ったけど、もうこれ入れへんかったらやばいなとかになる。で、まあ、あらかじめ、知ってた情報とすれば、まあ、抽選が、時間がバラバラやったと買いたい。その、ジャンルによって。だから、まあ、とりあえず今、下見みたいなものですよ、こう、マンダラケの一端ね。ハゲチャビンの人がなんかね、有名な、祖父の人らしいです。はい。一瞬ちょっとね。異彩感放ってました。でもなんかね、芸能人風でしたよ。前のちょっとサングラスの坊主の人、彼女なんかね、奇抜な格好した彼女とね、一緒にね、彼女なんかな、分からんけど、一緒に来てはりましたね。全くだけど動画には出てませんでしたけどね、その女の方。見ましたよ、私も。ソフビやってる割には知らなかったっていうね。知らなかったっていうか、まあソフビあんまそんなにね、見てなかったからさ、そういう動画では見てなかったっていうか。
帰りはここね。また私もこれから、これね、マンダラケね、撮影 OK なんですよ。撮影全然 OK ですよって言われて。この辺いいね。ほんで、このソフビこんだけあったけど、今もめちゃめちゃ減ってる。すごい。うん。こっちの面は、今もソフビ入って、インディーズと、復刻ソフビ入ってるんですけど、半分ぐらい減ってたね。こうオープンの時はこうやったんですよ。もうリアルヘッド山ほどあったもんな。これマンダラケでもらったやつかな。マップかな。室内では店内マップ、フロアマップ。うん、これマンダラケ入ってきてもらったんかな。行き止まりやん。あ、ここにもなんか売ってるってことか。行き止まりのところに車売ってましたね。書いてある何時よりって、これ抽選のね。これ他の人は何時より並んでもらって、整理券が配られると、うん、順番の整理券よりくじ引きの整理券、何番に変えるかっていう整理券をもらえるやつでしたね。レトロおもちゃとか、うん、プラモデルとかそういうやつかな。トラがるやろ、すごいよな。こんなね、綺麗に残ってるもんなんだねって感じだね。多分もう本当にあれやんと思いますよ。どっかのおじいちゃんが亡くなって、孫なり娘なり息子がそこの倉庫あさったら、まだ結構そのデッドストックで残っとったっていうのがあんやろな。やばい。おもちゃ屋やってるところとかで、ジャンボマシンだ。これもなんか最近は偽物が出回ってるそうですよ。中国人が複製してね、作ってるらしい。30枚。なんか噂によると、マンダラケに入ってるのも実は偽物だったいうのもあるみたいとかいう話も聞いたりしますね。あ、このヴィンテージソフビはね、未だに置いてありましたね、これね。こんな数はもう今ないけど。そう、イギリ岡田は見てるんですよ、私。イギリ岡田と、バッドボーイズサタノンは見てますね。その2つぐらいしか知らんかな、ソフビでちょろっと見るとなれば。好きなもんにはがっつりくんやで。もうウルトラマンや。結局だけどマンダラケでがっつり買ったもんっていうのがね、今のところないんですよ。何回も行ってんやけどね、京都店は3回か4回ぐらい行ってんやけど。これパチソフビですね。パチソフビというのはもうウルトラマンとかの怪獣っぽく作ってる偽物なんですよ。ウルトラマンの版権がないやつですね。ジャミラも置いてあったな。復刻じゃない、ヴィンテージジャミラ。あれも人気ですね、今。してか、ほんとね、去年からでも倍ぐらい上がってからね。私始めたんが3、4年前なんですけど、ソフビ集めてんのが。その頃からすると3倍ぐらいまで上がってますからね。まだ上がっとるもんな、今また。えぐいよ。でこの超合金シリーズもなかなか今人気みたいね。人気というか昔から人気らしいけど、この箱ごとですごい高騰してるみたい。んでこの時マンダラケに来てる人、お客さんの半分ぐらい外国人やったんちゃうかなってぐらい外国人だった。ゴリラジオね、これも100万で100万円の人、110万円で10万円。このゴリラ多分定価10万もしてないっしょ。売れてなかったけどな、まだこの辺どれも。おそらく売れてなかった気がする、金編。そうなんだよ、私はね、もう2万円までしかなかったんだ、予算が買えるものは少ないよ。少ないどころか買えないでしょ。俺な、あ、これね、よく私は、ミシドガチャンネルとかでも喋ったことあると思うんですけど、昔本当にね、ジャンプをね、何年分もね、集めたんですよ。だし、そう、この辺のジャンプを持っとって、そうそう、セイントセイヤーだって、そっから、5、6年分ありましたね。全部、きっちりとありましたね。5年どころじゃなかったの。セイントセイヤーが完結してましたもん。俺の持ってるジャンプの中だけで最後まであった。セイントセイヤー最初から最後まで全部あって、俺こっから5年どころじゃん。セイントセイヤー5年っていうことないよな。もっとやってたよな。そんだけ分あったんだよ。で俺がジャンプを集め終わってやめた時点で、この時のセイントセイヤーの最初のそのなんていうの、連載開始日からで残ってる
漫画はこち亀だけやってる気がする。ドラゴンボールも多分そ、あ、ドラゴンボールも終わってたから、ね、ドラゴンボールとこち亀やったから、ドラゴンボールも終わっとったんかな。いや、ちょっとそこは分からない。ドラゴンボールとこち亀だけやったかもしれん。もしかしたら残ってたかな。あ、これ持ってます。このアキラ持ってるんで、取り扱い中よ。持ってるわ。そうそう、このヤングジャンプのこのアキラの、ね、表紙も覚えてる。あと鉄尾のね、あの表紙のやつ、片手なくて、ああいうちょっとセピア色のね。そうそう、これ 1.25、 これなんかね、ジャンプのね新年最後はね高いみたいで、この次の年が87年がジョジョ創刊号が、うん、そうそう、 1.25 がジョジョ確か、うん、本当よこれ、調べてください。置いときゃよかったな。あとなんかね、燃えるお兄さんっていう漫画があったんですけど、それのなんか回収された、なんかあの学校の用務員のおっちゃんをディスったみたいな、差別したみたいなね、あの会があって、その会はジャンプが自主回収してね、ボールペンがもらえるっていうのがあったんですけど、その時もね、私はね回収コレクションしてたからね、返さずにね持ってたっていうね、あったのに、もうね今残ってたらどんな金額になっていたかと、もうバカだね。というわけでスイパラですね。ペーターさんの相棒のペーターさんの目的はここだったんで、スイパラ行きました。マスカットフェアですね。今冬というか、この秋口はこれだった、うん、でまたなんか春とかの時いちごになったりとかいろいろあるみたい。結局ペーターね、これ詳しくはあれでやってますけど、飯動画チャンネルやってるんですけど、フルーツばっかりこいつ食いすぎて、全然もうケーキとか食えてなかったな。私はとりあえず炭水化物食わなきゃもう無理なんで、腹減ってんのフルーツで、そうそう、俺無理やんねん、そんなもう炭水化物食わしてくれと。とにかく炭水化物が食わない、炭水化物食わないこっちゃね、本当ね飯を食った気がしない。あとなんかね、声優さんとかのイベントをやってたのか知らんけど、その声優さんの特大パネルみたいなのが貼ってあって、そこに向かってね、スイパラを楽しんでいるね女子の方いらっしゃいました。お一人様でね、うん、結構綺麗な可愛らしい子やってんけどね、やっぱピュアなのかなと思ってね、うん、でポテトは1回目はね、なんか自動的に持ってこられましたね、揚げたてを。でビールだけは飲めました。他の酒はないな、さすがこういうおっさんが飲めるもんはこれぐらいしかなかったな。あと後半戦待ってますね。この後抽選ですわ。いわゆるね、ソフビ、買いたいソフビを選べる抽選会。やっぱビールだね、ポテトとは。もう一杯飲むとか結局飲みませんでしたけどね。お前買ってきてよじゃん。まあスイパラな、もう行かないかな俺は。自分からというか、もう誘われたら行くかもしれんけど、無限には食えねえ。この頃は無限に食えると思ってた。もうフルーツなんか無限にいけるもんだけどな、意外に腹いっぱいになるよな。それはすごい行こうよ。野生的やな。うまいな。スプーンで食うのこんな。綺麗に取れんのかな、スプーンの方が。かじった方が早いと思うけど、メロンとかにしても。いや、ほんま1年分ぐらい食ったと思うわ。というわけで、うん、柱、高島屋に向かって万だらけの整理券をもらいに行きます。抽選のね、私が並んだのはヴィンテージソフビじゃなくインディーズソフビにしました。ヴィンテージは買えそうになかったの、ね、そうそう、いたんで、コスプレの女の子が一人、可愛らしい子が、ほらあの子、うん、すごい、あんなおっさんが話しかけてんやな。トラック野郎とかに出てきそうなおっちゃんやな。でこれ並んでて、インディーズソフビのね行列、インディーズソフビと復刻ソフビかな、うん、運次第ですわ。でね、この番号が良かったんで、私6番やったかな、9番やな、忘れたけど、6番が9番取ったんです、引きました。でとりあえず記念に買ったと。はい、後ろに女装のおっちゃんおったんだよな。あ、だった、あ、だったね、10杯。これ当たりの方よ。50人限定の方。でも俺 T シャツの方も欲しかったんやけど。1000ポイントもらえたんだよ。
先輩1000円分でも T シャツは1000円以上しそうな気がするのにな。そう、まだこのね1000円を使うためにマンダラケに来ることになっちゃったんですよ。いずれ T シャツやるよ。50人、50名に当たった。ほんまや。6番やった。6番と、うん、1番じゃなかったな。6番と50人しか当たらへんやつが当たった。ペーターが回してくれてますんでね。うん、まあとりあえず買い物したので帰ります。というわけで、まあ今回長かったけどね。うん、マリオこれ。高島屋の一階に置いてあったバカでかいの撮影しても OK ですけど言って、だから枠から入らないでくださいって言って、枠から俺入ってないけどな。なんかすげえ言ってましたね後ろのおっちゃんが。おばちゃんが好きなやなこんなんな。まあ、まあ、とりあえずインパクトあるもんな。まあというわけで本当にマンダラケとかできてなかったら絶対行ってない場所でしたけども、これを機会によく行くようになってますね。月に1回ぐらい行ってます。まあ、最近の動画では大阪の方のマンダラケを回ったりとか日本橋行ったりとかしてる動画もあります。まあその辺もまたいずれ副音声入れたいと思っておるんですけど、まあすでにこの動画でこの副音声でね撮影から3ヶ月ぐらい経ってますんでまあまあ全力ちょっと急いでね撮っていこうかなと副音声ね撮ってます。まあ年明けの分からでいいかな思ったけどね、なんか歯抜けになるの嫌でしょ順番も俺が。結局このスイパラで炭水化物一番食うたおっさんだったかもしれんな。この日女子ばっかやったからなほんまに男いい日になったよ。ほんとねえらい目にあったわ。もうこんなところにもうそんな果物食えねえわって感じだよ。苦いもいっぱいですね。はい、始まりました。開封を取られました。帰って開封、はい、マンダラケで何買ったかを開封です。開封動画ですね。ソフビの人らはこれがねメインのところなんですけど、私はもう最後のこの最後にちょろっと入れるだけで、東映レトロソフビコレクションなんなんそれ。東映ですね、これは。アップした方がいいの？これほらこれ、これはもうたまたまね見てて、まあ買うならこれかなと思って、全然情報ゼロでしたけど、16,500円。上に書いてない？約倍ぐらいしてるよね。コブバンバラっていう、なんか、なんか顔面のとこなんか殴られて笑われたとこからブサイクの顔が出てるみたいな怪人。これ買いましたね。稲妻のね。ちなみに私、稲妻のソフビも、東映レトロソフビコレクションで、買ってるんで、だからちょっと並べたいなと思って、稲妻の、もうこの時はもう注文してたんで、稲妻の敵キャラなんで、これにしました。そうそうそう、6番でこれ選ぶみたいな。何でも選べるやんけ、6番やったらなのに。6番でこれを、渋いですね。ちょっと、ちょっと、顔引き、そうそう、ちょっと、笑われたもんな。そうそう、引きつってたもんな。インディーズソフビの向こう側の棚やって言ったのに、インディーズソフビを選ぶんやと思われて、どれですかって、いや、反対側の棚ですよって、あ、こっちですか言われてね。で、これを選んだ時に、失笑でしたね。え？でもね、めちゃくちゃ気に入ってるね、こいつ。かわいい。こんなブスの。タンコバ足コブバンバラなんかな。これになりました。はい。またね、買って愛着が湧いたソフビでございました。はい、というわけでね、まあもう本当に随分経ってからの副音声でございますけども、まあ次もまだ撮っていきたいと思います。よかったらまた見に来てください。まああとマンダラケもまた行ってますんでね。メインのやつ、普通のやつも見てください。以上、ネパテモソでした。ほな、またね。